にやっぱ臼井先生に来てもらったからには、やっぱこうテーマパークのオーディションってどんな雰囲気なのかとか、どんなことをやるのかなとか、ちょっとそのオーディションのことをぜひ聞きたいんやけど、ええかな。ええです。わ、嬉しい。ええー、で聞きたいよね、みんなね。ちょっと、ええー、ぜひ聞こう。あのやっぱユニバーは知ってるんやけど、うん、ディズニーのことが私全くわからなくて、うん、どんなことをこうしたのか、うんうんうん、聞いてもいい？いいよ。なんかディズニーはなんか僕らの時代と今ってちょっと変わってて、僕らの時代は行ってダンスのコンビネーション踊ってで終わるんだけど、はい、今はクロスフロアのオーディションがあって、まずそうユニバーもクロスフロアのオーディションあるじゃん、足上げたり、あれと一緒で、あのね48ぐらいの簡単なダンスをこう4人ぐらいでクロスフロア状態で進んでいくのね。ドキドキする。そう、フォーエイト多分2回ぐらい踊るんだよね、それで。あ、なんかターンとかこうジャンプとかじゃなくて踊り、そう踊り、なんかパレードみたいにこう進んでいく振り、はい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 、でもそんな難しくないの、めっちゃ簡単なんだけど、でそれを、はい、1人ずつじゃないんだよね、4人ずつぐらいで進んでいくの。そうユニバって1人とか2人じゃんか、だったと思う。そう、少ないんだけど、ディズニー4人ぐらい一気にやっていくから、わお。そうで、それをやって、でそれで合否がまず出るんだよね。おお。そう、待たされて、で合否が出たらコンビネーションを踊らせてもらえる、もらえる、次のステップに。次まだコンビネーションまだなんだね。そう、まだなの。え、みんなのさ、お洋服ってどんな感じ？お洋服はユニバと一緒でレオタード一本で。レオタードじゃないとあかんのや。そう、それ絶対ネオタードと、靴はジャズシューズでも、あのバレーシューズでも、ジャズスニーカーでも何でも、スニーカーはダメだけど、ジャズの靴であれば、ネオタード1本、あのああいうショートパンツとかはなしで、1本で。体型が分かるものがいいってことだ。そう、と髪の毛を結んで、お顔が隠れないように、これ絶対、前髪は絶対に分けなきゃダメ。あげるか。ああ、そうなんだ。あるんですって、うん、そういうのが。私、正直ね、私の時のユニバは、うん、結構、ラフな格好の子もおったというか、時代かな。でも、ユニバって結構ラフじゃない？それでストリートダンサーの子とかも、おりゃ、ブレイクダンサーの子とかもいるから、なんか結構、なんかその、こうダボダボーダボダボでもいいし、っていう雰囲気だったんだけど、うん、多分今が、そういうきっちりしてるってことね。そうそう。でも今も多分ね、きっちりしてると思う、ユニバは。なるほどね。うちらの時代は。でも未だにディズニーは無料タード1本。必ず。じゃあそれでクロスフロアやりましたと。次コンビネーションはどんな感じのコンビネーション？コンビネーションはまずは1次のダンス審査だから88の振り付けをやるのね、でもそんなに難しくない。まあ、足上げたりダブル右回りとかはあったりはするけど、ない年もある。へえ。曲はね、多分ディズニーのパークの曲で、何をやるかはその時にしか分からなくって。ディズニーの曲なんだ。そうで88やって、ディズニーは4人で踊るんだよね、審査が。うそうユニバって3人なんだけど、ディズニー4人で、しかも2回踊るんだよ、ディズニーは。はい、一回踊ったら全国公開で終わりって感じで踊っていくのね。2回チャンスが。そう、2回チャンスがある。前後でだから1回間違えても大丈夫。大丈夫。ディズニーは審査員がめっちゃ多い。そうなんだ。今ってすごい限られてる、各種の人たち、歌、ダンス、演技の人たちしか、演出に関わる方ないけど、ディズニーはとりあえず10人ぐらいいるのね。わー、いっぱいいらっしゃる。そう、ダンサーも少なくて、結構キャスティングの人が多くて、だから偉いさんが結構見てて、で見ていくので、ドキドキ、めっちゃドキドキする、ね、すっごい多い。そうだよね。審査員がすっごい多い。そう、でそれで踊ったら1ヶ月後ぐらいに合否があの届くんだよね。わー、そう、あー、これね、1ヶ月待たなきゃいけないから。え、それがもう最終合否ですか？どんどん違うの？どんどん違いますよ。で、合否が出たら、もう一回ダンスの審査があるんですよ。まだあるって。ニーズ審査があって、で、また呼ばれ、合格したら、また会場に行って、はい、
で、また88ぐらいをやるんだけど、ちょっと難しくなります。おー、ここでちょっとスキルが出てきて、で、また4人ずつで前後交代を踊るのと、あとは、多分去年、おととしあたりから、なんかね、シアターのテストと、ちょっとストリートダンスのテストが、ある、増えて、そう、この、だから3パターン踊んなきゃいけなくて、そうそう。じゃあ、そのシアターとかクラシックバレー、以外にもしかしてその特技、ストリートダンスっていうなんか特技があるから、そこでちょっと見せられたりするかも。そう見せる。そうなんだ。っていうのがある。で、それが二次審査で。いつ頃、それはもう、いつになってるシーズンは。でも、結構早いから、それこそ8月終わりか9月頭ぐらいだよ。にも呼ばれる。そう、呼ばれて。で、それでまた1ヶ月ぐらい。まあ、済んだよね。で、それで、で、また合否。が来たら最終的に面接があります。面接ここで面接、そう、戻りはそこまでで、次最終面接のためだけに行かなあかんねん。うわー、そっか、全部だから東京ですよね。そう、いやー、どんどんどんだから3回やんなきゃいけなくて、ドキドキ、すごい段階踏みますね。そうで、面接が終わったらやっと最終の合否が出て、合格か合格じゃないかが出る。わあ、3回突破しなきゃだめ。そうです。ね、ユニバと全然違うよね。ユニバはやっぱり1日終わるよね。もう最上階まで行きますって感じだけど、ユニちょっとさ、各駅各駅だ、各駅って感じだよね。そう、ユニバと大きいでバーって行くからね。そう、うん、それ本当に知らなくて、ディズニーのオーディションがなんかユニバと同じぐらい秋ぐらいに始まるのかなと思って、オーディション直前動画みたいなのをね、出したんだけど、まさかのそう夏スタートで、なんでと思って慌てて撮って出したんだけど、その段階があるから早いんだね。デビューできたら嬉しいけど、道のりがで、どっちになるかはその時にしか分からなくて、ランドかシーかは自分で選べなくって。そうなんだ。その時に分かる。どっちでも嬉しいけど、どっちでも嬉しいけど。あと私びっくりしたのが、年齢制限がなくて、多分オーディションのない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 のよ。だからさ、もし私がさ、もう30は超えて受けても、受け入れてはくれる。受け入れてはくれる。すごいね、テーマパークって。結構テーマパークのオーディションっていいのよ。そう、30いっても。でも最近でもディズニーは上限が決まっちゃって、45歳まで。でも45歳まで。幅広い。ダンサーもってこと？そう、ダンサー。そう、45になったら卒業しなきゃいけなくて、やりたくても。ああ、そうなんだ。45でやってる人いるけど、いるんだよね。いらっしゃるんだ。いらっしゃるけど、その人たちは、いや、卒業しなきゃいけない。でもすごい、結構ベテランになるぐらいまで戻っていいよっていう経営枠はある。だから30ぐらいでも受かる人は受かる。すげえ。すごい夢あるよね、まだ。夢ありますね。夢ありますよ。いいな。そうそう、全然ある。30ぐらいまでは全然大丈夫。なんかこう踊りのね、そういうやっぱテーマパークダンスってちょっと特殊やと思うね。まあジャズとかクラシックバレエだとは思うんだけど、まあ現役の時も気をつけてた踊り方ってあったりする？ディズニーってこと？まあディズニーもそうだし、まあユニバもね、一応テーマパークなので。でもさ、テーマパークってやっぱね、まあ、どこのテーマパークもそうだけどさ、もう表現力じゃない？笑顔とか、だってお客さんにこうハッピーとか楽しい、あんま悲しいことをお知らせしないじゃん。だからこの元気の出るパワーがあるかどうかが結構重視じゃない？おー、表情とかも大事になってくるってこと？もちろんもちろん。で、結構なんていうの、明るい子の方がいいはいいわよね。パワーを与える側やからね。そうそうそう、それが結構もう、でも結構なんていうの、ユニバの方があのさ、人数が少ないじゃんか、ディズニーと比べて。だから結構ユニバの方がパワフルな人多いよね。ああ、そうだ。どっちも経験した身からすると、ディズニーの方がもうちょっとこう綺麗、綺麗だよね。ないけど。じゃあ、マイク。汚いわけじゃないけど、はい。ちょっと違うの、ちょっとあのユニバのが元気、パワフルな人多い。でもね、笑顔っていうのは本当にシンプルなんですけど、すごい大事と思ってて、私、最初ユニバに入った1年目に経験した筋肉痛があって、それが体のどこか足のどこかじゃなくて、顔が筋肉痛になったの。わかる。わかる。顔って
ここ筋肉痛になるんだって思ってなるんですよ。そう、なんか先輩たちとかに素敵な笑顔で踊られてるから、うん、まあ、そうしようと思うじゃないですか、うん、もうねそれを週5で踊るでしょ、うん、仕事しだしたら顔が痛くて痛くてこういう感じになる、ね、びっくりした。顔って初めて筋肉痛になったと思って。いや、なった、自分もなった、うん、やっぱそうなんだ、うん、なんかモデルさんとかやっぱテーマパークダンサーってこの表情筋、うん、笑顔の筋肉ってこんなにもね、こそう鍛えられてるものなんだなってびっくりしたかもあったし、うん、うん、なった、なるなる慣れたらね、全然動くようになるけど、だから普段もみんなもね、今マスクしながら踊ってるからあれかもしれないですけど、うん、でもこう楽しく笑顔で踊る練習っていうのも普段からこうしといた方が、うん、ここの筋肉ってすごい大事かも、うん、うん、柔らかくねしといた方がいいのかなと思います、うん、パチ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 。アツシのねこう踊り方もすごい見てて楽しいですからね。だから一緒にレッスン受けてた時も楽しかった、すごく。アツシがいるともうめっちゃ、アツシいるともうめっちゃ楽しかった。なんかそのレッスンが明るくなるという。いやーね、だって楽しいことしてるからさ、楽しくしちゃうよね。そういうのは持ってるあの魅力的なねダンサーなのでやっぱりねそれをこう。あの面接とかでもね、見て取ってくれたのかなと思ってそうかも、ね、本当にね、すごい話も一緒にご飯行くだけでパワーもらうから。いや、あなたもよまあ、あなたもなんだけどあなたもなんだけどね、おしゃべり大好きママダンサーでございます。ママダンサーだから、よろしくどうぞ、はい、ということで今ね、いろんなねあの、うん、お仕事をしてると思うのも、うん、テーマパーク出身ではあるけれども振り付けとか、うん、もちろん現役でも、あれ前のさあの YouTube のひまわりチャンネルに出てた。出てた。出てたよ、ね。何してんの？いやじゃあそうだ、そうだ、あなたの SNS も見るから。ああ、なるほどね。ひまわりチャンネルに出てて、うん、娘がねやっぱ3歳の娘がいるので、うん、ひまわりチャンネルもたまに見るんやけど、うん、そうあつしが出てるって言っててあんな有名なチャンネルにも出てる人がこんな弱小チャンネルにすいません、本当ありがとうございます。ありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ね、出たりとか、なんか振り付けもね、うん、いろんな方をね、してる、まあ、経歴も全部説明した概要欄に載せておくので、あの、うん、よかったら、あつしの経歴とか、SNS も見に行ってみてください。すごいいろんな仕事、ね、してるので、うん、まあ、そうやっていろんなね、お仕事していく中で、来年になるんですけど、うん、なんかどんな活動を、こう、ダンサーとしていきたいのかなっていうのを、最後聞いてもいいですか？あ、根本的には、自分が出る側と、うん、プロデュースする側はやっぱ両方やっていきたいの。ああ、そうなんだ、うん、やっていきたい。そう、振り付けもやっていきたいの、うん、なんかね、両方の気持ち忘れたくなくて。あ、そういう理由なんだ。そう、理由なのと、まあ、うん、目立ちたがりだからたまには前出たいなみたいな、知ってるあるけど、でも根本的にはなんか、ね、自分の振り付けがいろんな人に知られたらいいなと思ってる、うん、それが結構有名。振り付けとかそういうレッスンのクラスはどんなジャンルをやってるの？振り付けは、レッスンは結構テーマパークが多いんけど、テーマパークとあとアイドル系の、ダンス、ジャニーズだったりとか AKB だったりとかの振り付けめっちゃ好きで、うん、基本何個かって 何人かは振り付け持たせてもらってるから、アイドルグループの、はい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 、今ね、そういう可愛い振り付けのこうクラスもめっちゃ増えてて、うん、増えてるなって思って、まあ、K-POP クラスとかもね、うん、今すごい流行ってて増えてるんだけど、うん、なんかそういう可愛い振り付けに特化したクラスもあるんだ。ある。おお大好きなのそうだよね、多分好きよね。そう、大好き。可愛い振り付けもしてるんで、そう、大好きなんかな。そういうのを生み出していけ、今後も生み出していきたいなと思ってます。うん、お、私たちの世代人もうさ、夏真由美大先生だから、もうあの方みたいになりたいな。だってこれをこんな爆発的なレベルを生み出せるぐらいになりたい。あれはもうね、いろんなこう伝説の雰囲気がいっぱいあるよね。そうだよね、大先生だからもうあの方のようになりたいです。ああ、そうなんだ、うん、そんな目標も初めて聞いたな。うん、っていうぐらいなんかもう私しかない、これって言ったらこれみたいな、うん、なんかもう吸ったらこれとか、マックスで言ったらこれみたいなあるじゃんあったりするじゃんね。懐かしい。なんかあれで AKB といえばこれとかさ、なんかそういうのをなんか独特この曲にしかない振り付けだよねっていうのがなんか社会現象になってるぐらいのね、うん、振り付けをね、言うなんか自分で作れたらいいなと思ってる。いやー、うん、頑張ります楽しみですね
にレッスン情報とかも載せておくので、ちょっと気になったなとかね、レッスン受けてみたいなっていう方はぜひ行ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ忙しい中ほんまにありがとう。全然です。むしろ呼んでもらえて嬉しいです。嬉しい。よかった。やっぱパワーもらいました。